スリタス GNU Linux は2006年にクリストフリンカーにより始められたコミュニティに密着したソフトウェアプロジェクトである。約 80MB のルートファイルシステムと約 25MB の ISO イメージとなっている Linux ディストリビューションである。2008年4月時点では利用可能な最小のデスクトップ Linux ディストリビューションのうちの一つである。スリタスは CD ドライブあるいは USB フラッシュドライブからブートされ、ザベイサ上でクスドデスクトップが実行され、その主な機能のすべてのためにビジーバックスを使用する。一連の良好なデスクトップや復旧ソフトウェアがあり、ラムにすべてがロードされ、もしくはハードディスクにインストールされる。2年間の開発期間を経て、2008年3月22日に、 スリタスのバージョン1.0がリリースされた。スリタスはダームスモールリナックスと共通する目的を多く共有するが、より最新のリナックス2.6カーネルに基づき、より小さい。2009年4月16日にスリタスのバージョン2.0がリリースされた。2010年3月28日にスリタスのバージョン3.0がリリースされた。 2012年4月10日にスリタスのバージョン4.0がリリースされた。2017年11月5日にスリタスのバージョン5.0がリリースされ、ローリングリリースに移行した。ありがとうございます。